good things. Ain't no sense in losing the game and then you going back to Oakland. Now, see, they had the chance to win one in Golden State. That's good on them. They can do it tonight. Alright, I'm back. Play this for a little bit. Oh yeah, I completed that last part. それは。
いかがした? あ、雪村様。奇跡だ。
大作。
勝頼様、大丈夫かな。またジョーカーに遊びに来てくださるだろうか。雪村様、お気持ちのこもった薬をお届けすれば、勝頼様もきっと元気になってくださいますぞ。
Nanto. これで勝頼様も元気になってくださる。雪村様、素晴らしいお働きです。若も勝頼様もお喜びになりましょう。 すまない、正幸。このような時に当主が躑躅ヶ崎館を離れるなど言語道断だな。このような時であればこそ勝頼様は私をお尋ねになる。お見通しです。そうか、そうだったな。まったく、お前は 武田の当主など私に務まると思うか。他の誰に務まりましょう。こんな有様の私を見てもそう思うのか。人が死んで悲しいのは当たり前だ。勝頼様が私に教えてくださったことです。今は ただ悲しまれるのがよい。そして明日よりは信玄公のお志を継ぎ我らをお導きください。できるだろうか。私に我らがお支えします。私が
必ずそばで力を尽くします。そうか、そうだな。私が武田を、父上が残したものを守っていかなくては。必ずこの身に変えても。勝頼様、商品が入ってますぜ。アイドリー、アイドリー、アイドリお帰りなさいませ。ああ、
父上もお元気がありませんね。雪村。私も。内気も他の者も皆、暗い顔でため息ばかりです。雪村、お家は今大変なのだ。はい、つまらないことを言って申し訳ありません。お前たちが気にすることではない。いつも通り鍛錬に励みなさい。父上。はい。そうだ、私が支えてみせねば。武田も勝頼様もこの子らも。武田信玄の死から数ヶ月後、織田信長は浅井長政のこもる小谷城を落とした。信長の妹にして長政の妻であるお市は、長政に幼い娘を託され城を落ち延びた。お市様、こちらへ。危のうございますぞ。ささ、お早く。第四章、奈落。武田信玄死す。その知らせは戦国の世を大きく揺るがした。信玄の後を継いだ勝頼は、破竹の勢いで戦力を拡大する信長との決戦に向け、慌ただしく準備を進める。信玄が残した思いと武田家当主としての重責は、勝頼の在り方に大きな影響を及ぼす。変わりゆく友の姿を正幸は複雑な思いで見つめていた。どうした？しました。Thank you.
いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。できましたぜ。できましたぜ。また来てください。そうか。そうか。マサユキさん。おお、ご覧ください。
おお。おお。馬がご入用ですか。新しい馬が入っています。ありがとうございます。また寄ってください。出陣するか。すでに価値は見えておる。お仕事お仕事。徳川方に寝返った長篠城は捨ておけん。断固攻め落とす。ごもっともなれど、信長が自ら援軍を率いてこちらへ向かっておるとの知らせがあります。ここは軍を一時引くこともお考えになるべきかと。信長来着前に長篠城を落としてしまえばよいだけのこと。いや、信長が来るならむしろ好都合。一戦してこれを打ち破ってくれる。
織田方の兵は4万近いとのことです。しかるに我が方は1万5千。いかに数が多かろうと、父上が残された武田騎馬隊の敵ではない。もはやくどくどとした軍議は無用。直ちに出陣するぞ。勝頼様のおっしゃりを心強くはあるがな。兄上、あれほど固くななお姿は見たことがない。いささか気負いすぎておられるのではないか。信任厚いお主の言葉なら勝頼様も耳を貸してくださろう。頼まれてくれるか、正幸。はい、兄上。勝頼様、父上の最後を覚えているか、正幸。はい、無論です。ここまでか、王道とは見果てぬものよ。父上、そんな、父上がなくては武田は。情けないことを言うものではないよ。おことが武田を導いていくのであろう。はい、はい、父上。正幸、勝頼を頼んだよ。共に手を携え。はい、親方様。武田の旗を。父上。親方さん、形勢不利であることは私も承知している。だが戦わずに引くなどあってはならない。それでは父上に顔向けできぬ。武田の誇りのため戦わねばならないのだ。どうか力を貸してくれ、正幸。勝頼様、しかしそれは。今瀬峠でも不況であったが、私とお前で乗り越えた。今度もきっと。そ、信長本隊到着前に長篠城を落とす、これが何より肝要です。正幸、援軍が近いと知れば敵の士気が上がる。敵の連携を遮りつつ迅速に軍を進めましょう。ああ、はあ、お前がそう言ってくれれば心強い。手を携え、必ずや勝利をこの手にしよう。はい、それでは出陣の用意をいたします。ああ、頼んだぞ。は、されば。そうだ、我らは勝つ、勝たねばならないのだ。たとえどれだけの犠牲を払おうとも。勝頼様、
待たせしてすみません。長篠城の皆さん、まもなく救援に向かいます。徳川の援軍を城に近づけてはならん。ここは策を用いるぞ。おい、あそこの武将を捕まえて。がっつり承知です。忍びの手間にご覧あれ。武田軍、早く徳川の援軍を引き込まねば。この鳥でなんか似合わない感じ。こちらの顔してやるじゃないですか。奥側のご家来に伝令、織田本隊到着まで決して動かぬよう。長篠の皆さん、それで大丈夫なんですか。うまく騙されてくれたか。人の良いことだ。なぜ援軍は動かぬのだ。かくなる胸は撃って出るしか。開門。王騎、私に続き長篠城を落とすのだ。やはり勝頼様は気負いすぎておられ、この判断は誤りとは思わぬ。もとより数では我らは不利である。当初の目論み通り、長篠城に狙いを絞るのが上策であるな。一生討ち取った。という強さよ。撃破し、勝頼様をお守りせよ。またしても敵の忍びか。これは大元を叩くべき。など自慢にならぬ。
手にするな。狙いは長篠城のみ。朝雪、何を勝手な。長篠が落ちれば徳川も引かざるを得ません。順序お間違いあるな、勝頼様。よくぞ還元した、正幸。みんな長篠城へ向かうぞ。ここまではたやすい。敵将討ち取った。無念じゃ。家働きなど自慢にならん。訓令は偽物。先ほどの鳥居スネーモンもまた偽物だ。開門。こちらで全軍の指揮を。囲まれた。敵に援軍が来たんじゃ。もうひるむな。囲みなど打ち破ればよい。突撃せよ。無策な突撃などいたずらに被害を増やすだけ。今の勝頼様はやはりどうかしている。連携の取れておらぬ増援など括弧に撃破すればよろしい。正幸の申す通りよ。武田の団結を見せつけよ。戦救援行う。私はこの程度の男なのか。ここまでだ。このままではまずいか。叱られるやもしれぬな。すまない、おかげで助かった。死角に回り込まれたか。わしもと救われたか。次は親方様ご推薦の忍びである。安いぞ。
よし、流しの城を落とすぞ。開門。流しの城は陥落寸前、戦意は下がるばかりか。リードも、ここは引くべきだろう。皆さん、撤退してください。私は敵の大将を撃ってきます。開門。する策は用意してきたのか。え、策？その…すみません、押しております。勇ましいことだ。仲間を助けられないなんて、皆さん、ごめんなさい。申し上げます、織田の大軍が間近に迫っております。間に合わなかったか。勝頼様、一時体勢を立て直しましょう。信長が来たか。まさかここまで信長の動きが早いとは。抜かりました。ならばここで信長と雌雄を決するのみ。直ちに信長本体を撃つ。愚策です。正幸。何、何と言った。正幸、信長本体到着前に長篠城を落とす、それこそが肝要だと申し上げたはずです。圧倒的な兵力差、しかも相手はあの信長。数に任せるだけではなく、必ずや何か手立てを。臆したか、正幸。父上に恥ずかしいと思わぬのか。勝頼様こそ、今のお姿を信玄公にお見せできると本心からお考えか。やめよ正幸、無礼であろう。直ちに出陣いたします、勝頼様。ああ、勝頼様。もうよい正幸、ことここに至ってはやむを得まい。兄上、案ずるな。勝頼様のおっしゃった通り、武田騎馬隊が織田などに遅れを取ることはないさ。しかしそれは信長もよく分かっているはず。必ずや何かしらの手立てを。どのような罠があろうと踏みしだいて進むまで。You're right. 正幸、勝頼様を頼む。兄上。はい。
覇者検証。上杉の義のために。上杉の義のために。Yeah, I didn't mean to play this battle, but at least I get to play the God of War for a little bit. It's crazy how Oda was in one part of Japan, then he went to another one. これ、織田を完膚なきまでに叩き潰す戦。Okay then. の者がいよう
後のことは両兵に任せ。開門。柱を挟み撃ちにする腹積みか。あれど別動隊に兵を割きすぎよう。本陣は手薄のままと見える。そうか、一気に本陣叩いて遠心撃ち取りゃいいんだな。おじき開門。すまない、おじき。織田を柵にはめるため本陣を手薄に。のみならずご自身までおとりとなさるとは。剣心公の軍略、まさに神のごとし。言葉は無用だ。さあしあおうか。さらに仕掛けよ。軍神の戦、織田軍など恐る軍に足らず。ヒデオス様もひどいな。俺らに押し付けてさ、勝家さんの面倒まで見ろっていうの。無駄口は慎め。上杉という火種ここで潰しておく。はーい、厄介な兵を呼んでみました。これはトランプ。も予期してたの。これは真剣にやらないとまずそうだ。簡単なく攻める。次々と新手を繰り出し敵の疲れを誘う。ああ、私は今まさに神の戦を見ている。彗星は決死だ。それど西端に引く道はなし。開門。いざ逃走。遅れは取らん。レースは姿勢の地、存亡の道考えてきてる。Yeah!
いたか、小賢しい策など献身校の前では無意味なり。主が逃走、天も読みせぬ。国は義と愛の前に屈したぞ。これが軍神の戦、織田軍など恐るるに足らず。さすがは父上。逃走遥かなり。織田の兵は見事な逃げ足ですね。我ら上杉の義と愛を前にしては指物織田軍もなすすべもありますまい。この勢いで上洛を果たし一気に信長を除いてしまいますか。謙信公、謙信は救いを求める声に応じ兵を出したに過ぎません。上杉は己が楽しみのため戦を起こすことは決してありませんよ。承知しております。
母上。お言葉、肝に銘じます。義の闘争こそ我が優越されど、父上、宿敵すでになく、我が優越もまた帰らぬ。剣心、すでに勝ちは見えておる。悪魔隊が寝返った。この機を逃すな。徳川の砦を潰し、信長を撃退するぞ。真田の三男殿、最後をお頼み申すぞ。この状況では寝返りに飛びつくしかない。故にこそ都合が良すぎた。ここまではたやすい。あなたの正義、ここで止める。徳川の忍びか。狙いは佐久間隊ではなく私か。私一人を足止めしたところで、武田の本体はすでに。まさか。撃て、たやせ、生きて返すな。打ち取った。信長様、手はず通りにございます。たばかられたか。やはりおびき寄せられたか、ピータナ。一刻も早く勝頼様のもとへ向かわねば。ごめんなさい、奪うのがお仕事なんです。大門、すみません、今度こそ、今度こそ挽回させてもらいます。さらに砦を厳重に固めて、時はかけられ南砦を突破する。まさたね、
せな。なぜあれほどの鉄砲が。勝頼様、南西方面は手薄ゆえお引きあれ。まさか勝頼様のこと頼んだ。皆の者、勝頼様をお守りする戦だ。織田の重工をへし折ってくれよ。勝頼様、兄上。マサユキ、私は信長の良い煽り方をするチョコ財な。信長謎に遅れを取るな。赤備えの恐ろしさ刻みつけてくれる。これはいい。武者たち、武田騎馬隊はなぜ向かってくる。死ぬのは分かっているのに、なぜ。勝頼様、今です。お引きくだされ。すまぬ、みなすまぬ。さて、正幸よ、兄と共に基地に入る覚悟はあるか。ユーロン、敵陣を少しでも脅かし、勝頼様を無事に退却させてみせます。追撃です。逃がしてはなりません。
背後を抑えきれぬ。まずいか。なお生き恥をさらし、それでも私は俺に気づいたゆえに、あえてその身を投げ出し、身を守った。少しでも脅威を除き、勝頼様を逃がすため。しかし、それさえも信長の狙い通りでは。そうであっても犬死にではない。我らは生きて、その証を立てるのだ、正幸。の意地か。頃合いです、兄上。撤退。すまん、マサキ。兄はここで捨て石となる。勝頼様を、真田を頼む。そんな、兄上。バカな、こんな、正影、正継、信綱も、勝頼様、もはや一刻の猶予もありません。直ちにお引き上げを。そんな、私は何を。勝頼様。ああ、分かった。すまない、正幸。信綱、正輝を。今は勝頼様が落ち延びることが何より肝要。この正幸を必ずお守りいたします。
すでに勝ちは見えておる。お仕事お仕事。右折城の菅沼殿が退路を案内する手はずとなっております。誰も来ないではないか。ならばこちらから向かおう。いえ、勝頼様はこちらでお待ちください。私が確認してまいります。静かすぎる。これはやはり枝は終わりぞ。突撃！すでに回り込まれていたけど、我らだけで抜けるしかあるまい。右折城まで落とされていたか。ここが。あの人の作り出した地獄。悪く思うなよ。逃がしてやるわけにはいかねえんだ。開門。織田の軍勢が腹をくらねば。マサテルが稼いでくれた時を無駄にはせぬ。ここさえ抜ければ。無働きなど自慢にならん。力を及ばずか。その忠節は見えない。潔く散ってみせよ。どれだけ見苦しくとも生き残る。それが理由だ。敵将を討ち取ったり。これほどの余力があろうと。なめないでもらいたい。私も勝頼様もまだ生きている。これで終わりなんてつまらないよ。もう楽しませて。てめえが武田の要と見て、一つ勝負してもらおうか。いるようで燃えるような眼差し。あなたも地獄を飼っているのね。魔王の妻で宮城の女王だ。気だるような玉じゃねえよな。だったらとことんやり合うしかねえな。そちらが引くなら止めはせぬ。それじゃつまんねえだろうが。そうした手合いか。地獄で必死にあがくその姿、素敵よ。気合い入ってんじゃねえ。勝頼様は少し落ち着かれたようだ。援軍はどうなっている？高坂様、山頂で落ち合えるかと。ほらもう、張り切ってらっしゃるぞ。
殺せるか。俺だって働きなど自慢にならぬ。なんという無様な。ここまではたやすい。無働きなど自慢にならぬ。打ち取った。皆が私のために。私が守るべきであったのは。ございませぬ。信長様の天下を阻む者すべてこの明智光秀が斬る。前から無駄に倒れるか。信長、あれでいちいちやることが細かい。振り向くな。固まって進め。正面さえ抜ければ突破は叶う。私は惜しみません。いざ。無働きなど自慢にならぬ。神妙を突す。ただそれだけのこと。ここま
ではたやすい。打ち解けた。先にお行きください。客人のお相手は私がいたします。マサイキ、お前も疲弊している。死ぬなよ。勝利条件変更。スイス王妃殿に無働きなど自慢にならぬ。消えた幻。主を守れば満足か。中心として名を残すが望みか。見かけによらずよくしゃべる。などない。私が守るものは。うぬの望み、うぬの願い、吐き出すがよい。なんだ、信長とは。
どうにか逃げおおせました。おけがはありませんか、勝頼様。勝頼様、お気を強くお持ちください。私は何ということ。父上に託されたのは、守るべきであったのは武田の名ではない。家臣を、民を、この父を守らなければならなかったのに。そうだ、私が兄上に代わり、ま、今度こそ武田を守りたい。そのために一心に力を尽くそう。今さらこのようなことをと愛想を尽かされても致し方ない。それでもお前の力を貸してほしい。まだ私と手を携えて進んでくれるか、正幸。無論です。
ありません。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。アイドリできましたぜ。また来てください。
そうか。正幸様。父上。父上、ご無事のお帰り、何よりです。ああ。信綱叔父上や、ま、戦なれば覚悟の上と言いたいが、当主など面倒なことを押し付けられてはな。父上、大勢の方が亡くなられたと聞きました。我らはこれからどうなってしまうのでしょう。雪村、苦難にあってこそ皆で力を合わせねば。父上と共に我らも武田のため尽くすのだ。はい、兄上。果たしてそうか。父上、信行の申す通りだ。ここが正念場さ。第五章、同国。信長は戦国最強と謳われた武田の騎馬隊を撃破。彼の手が天下をつかむのはもはや時間の問題かと思われた。一方、勝頼は大打撃を受けた武田軍を立て直すべく当主として奮闘する。しかし信玄以来の重臣を数多く失った武田はすでに凋落の一途をたどり始めていた。そんな中、正幸はかつて理想を同じくした友との間に微妙な溝を感じるようになっていた。Cut the stream here.